はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はラバルーンラッシュ完全解説動画をお送りしていこうと思います。かかちゃんのーけすけ実曲のーけすけです。ポン！ということで、はいね、またやってきました。ラバルーンですね。意外とですね、初めて使いました、めちゃくちゃ強いですねっていうコメント意外とつきまして、で、まあね、先日の先行プレイ動画とか、あとはまあ昨日のラバルーン人形とかの動画でもね、配課金動画でも、まあラバルーンラッシュやったんですけれども、まあ改めて、はい、ね、またね、こう強い使い方、強い編成っていうのをね、皆さんにお送りしていこうと思います。もう、ちゃんとね、動画にしておこうかなと思ったんで、はい、今回ね、そちらをね、お送りしていこうと思います。なので、クラクラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、チャンネル総再生数1億回目指しておりますんで、はい、お暇な時にでも実況主の動画見に来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、早速、ラバルーンラッシュのね、もうめちゃくちゃ強い使い方、完全ガイド、お送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それではね、対戦でね、ちょっとやってきました。で、動画の終盤で、対戦リアルタイムアタックもやりますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。ま、言っちゃうと、強い使い方っていうのは、まあ、去年までの、こう、使い方なんですけど、まずはまあ、対空砲をね、こう、4本中2本ね、折っててあげます。で、対空砲残った2本を、こう直線上にね、こうラバルーン出していきます。なので、こう村を横断させていくイメージです。で、残った対空砲2本の間に、めちゃくちゃ強い施設がある配置を狙いましょう。タウンホール、モノリスとかね、イーグル砲とか、はい。ここら辺、あとクラン城もね、壊してもらいます。こう村をね、横断していくイメージで、はい、ラバルーンを流していくっていう、うん、そんな使い方ですね。で、ラバルーンが、まあ、言っちゃうと強い施設がここら辺にさ、あるじゃないですか。なので、強い施設が密集してるあたりにこう来たら、最後、ライトニングを対空砲に撃ってあげて壊すことによって、ラバルーンたちをもう強い施設の付近に、こうね、こう分散して、こう散らしていくみたいな、そんな使い方が強いんじゃないかなって、うん、思います。結構ね、最初ね、俺もね、対空砲をね、ライトニングで全部折るとかっていう使い方、去年ね、やったりしたんですけど、こっちのやり方が強かったですね。まあ、なんでかっていうと、ラバルーンって移動してるだけで、突撃艦みたいに爆弾を落としてくるんですよ。はい、爆撃機になります。はい、爆撃機になるんで、はい、タウンホール、モノリスとか、はい、壊してくれましたよね。もう、移動してるだけで、強い施設をぶっ壊してってくれるんですよ。これがマジでめちゃくちゃ強いんですよ。うん。もう、で、対空砲なくなっちゃうと、まあ、他の防衛室優先攻撃目標になるんで、まあ、ちょっと防衛室、はい、にね、こうね、こうぶつかるたびに止まっていくじゃないですか。そのたんびに、まあ、攻撃、被弾して、どん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 ね、やられていっちゃうっていう感じになりますんで、なので、最初の方は、こう、村を横断させていってあげて、爆撃機にしてあげることによって、強い施設をね、ぶっ壊してもらうみたいな使い方が結構おすすめかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただこれ、今回のね、この村ね、施設レベルとか高いし、もう、ほとんどの施設チャージしてる村だったんで、火力高かったんで、さすがにちょっとね、ラバルーンはね、全滅しちゃいましたね。うん。なので、まあ、施設レベルが高すぎる村に安易にやるとね、結構事故る可能性はあるかなっていうふうには思います。まあ、ただ、はい、こんな感じでね、呪文、0時2のフリーズ1余ってます。どこに撃とうかなーって迷ってって、結局使わずに、はい、全開なので、まあ、結構余裕のある、全開になるかなっていうふうに思います。はい、対空砲をね、もう最初に全部ライトニングの呪文で折っちゃうパターンのラバルーンをちょっと見ていきましょうか。クラメンがやられていたんで。個人的にはね、今ね、ほら、ジャイアントアローあるじゃないですか。寝技師さん、ちょっと今回ジャイアントアローじゃないですけど。うん、ジャイアントアローがあるんで、ジャイアントアローで対空砲2本折れるんだったら、ライトニングの枠、節約できるんですよね。うん。だから、ちょっと今はね、こう、ライトニング9発で、あとヒーローで対空砲最初に全部折っちゃうパターンっていうよりかは、もうジャイアントアローでね、最初に対空砲できれば2本折っちゃってあげて、で、ね、こう、レイジとかをふんだんに積んで移動してる間に、こうね、爆撃機でぶっ壊していくっていうやり方の方が、個人的には俺強いかなとはちょっと思ってます。ま、わかんないです。人によります。人によっては、いや、ケイスケさんこっちの方が強いですよ。対空砲ね、ライトニングの呪文4発。
で、ライトニング呪文で最初に対空砲全部折っちゃう方が強いですよっていう人いるかもしれません。まあ全然人によるんで。ただ、まあ個人的にはせっかくね、ジャイアントアローがあるんだったら、その代わりレイジを積んじゃった方がいいんじゃないかなとかって、ちょっと最近ね、思ってます。はい。なのでちょっと見ていきましょうか。うん。はい。こんな感じでね、対空砲も全部ないと、はい。まあ、ちょっと移動速度遅いですよね。まあ、移動速度ラバルン自体は、そんな速くはないんですけど、そんな遅くはないんですよ。そんな遅くはないんですけど、防衛施設に当たるたびに止まっていくんで、やっぱ被弾しちゃうんですよね。被弾しちゃってどんどんこう、そのうちに焼かれていく。ターンホール16だったら、まあ、ターンホールとかさ、攻撃、ね、複数同時攻撃だし、うん、マルチアーチャータワーもあるしね。あと、投石機とかもあるしね。結構ね、やられやすかったりするんで、個人的にこう移動してる間にね、うん、なんか防衛室壊せたら得だなっていう風に思いますね。はい。なので、これもラバルーンが、もうこれ途中でこうやられてって、最終的には、こう、いなくなっちゃいますね、最終的に。まあ、その分、まあ、大量のパピーがめちゃくちゃ残ってるんで、まあ、いいんですけど、いいんですけど、えぐいな、パピーの量。改めてラバルーンのヤバさがよくわかるな。ヤバいな、ラバルーンってこと。移動してる間にパピー生成するのも意味わかんないからな。はい。なので、はい、はい、ああ、そうですね。こうやってマルチアーチャータワーで。いや、もうマルチアーチャータワーで処理しきれない色のパピーいるじゃん。マルチアーチャータワーで処理しきれてね。はい。っていうね、ネワザシさんのね、最初に対空砲、うん、全部折っちゃうっていうパターンの攻め方の方をね、ちょっと見ていきました。なので、最後にクラン対戦リアルタイムアタック、やってみようと思います。さあ、行きましょう。この配置に進めます。まずはアチャッカイをこのラボの6時に出します。で、金山壊してラボに向いたら、ジャイアントアロー発動。で、シュイーンつって貫通させていってあげて、こっちの対空砲を狙っていきます。もしこっちの対空砲を壊せなかったら、ライトニング3発、予備に持ってきてるんで、ここにね、打ちます。で、そしたらですね、もうこっちの、はい、9時からですね、こう散らすように、ちょっと左右にこう、上下にこう、出すようにラバルーンを展開してって、ウォーデンとかを入れてってあげて、で、ここにまずレイジを打ちます。で、銃弾爆撃で壊してもらいます。で、ここもレイジで爆撃してってもらいます。で、タウンホール区画とかにも爆撃してってもらって、最終的にこっちのね、イーグル砲の方にたどり着いてってもらって、で、こう分散していこうよね、と。で、残ってるこっちの区画は、まあ、ロイヤルチャンピオン、ロケットスピア、ホーミングシールで壊してもらって、で、こっちはね、ロックボマーで壊してもらって、みたいな、そんなプランで行こうと思います。さあ、参ります。クラン対戦リアルタイムアタック、行こうと思います。はいはいはい、オッケー、行きましょう。さあ、行きますよ。あー、緊張するな。話しかけないでくださいね。話しかけないでくださいね。行きますよ。集中します。で、これで、さあ、待って、あ、ちょっとちょっとずれたかも。あった、オッケー、オッケー、ビンゴ。はい、ビンゴ。やっていきましたよ。皆さん。はい。で、これで、ラバルーンをこう、ずらすように出していってあげて、で、まあ、アイスガーゴイルも、気持ち、はい、積んでいきましょう。で、これで、あ、待って、壊してね。壊してね、しくった。壊してないんだけど、しくったんだけど、さあ、ここら辺で、さあ、トームの方をやっていってあげて、さあ、待って、トーム。トームかけていってあげて、あれ、壊してね、銃弾爆撃できてない。銃弾爆撃できてないよ。あれ、ちょっと待って。やばいね、これ。普通にやばいぞ。で、あ、そして、あれだ。ロックボマーじゃねえ。やべえ、ミスったな。ま、大丈夫でしょ。こっからいける。ロイヤルチャンピオンもいるし。はいはいはい。一旦フリーズかけていってあげて。あ、待って、出てきちゃった。やめて。一旦フリーズ。かけてあげ、あー、インビジだけど、まあ、大丈夫だ。はいはい、大丈夫。なんか、気持ちポイズンかけといてあげよう。はい、気持ちポイズンかけといてあげて、さあ。で、さあ、行ってこい、ロイヤルチャンピオン。ホーミングシールドで、はい、パンと、壊してもらっていって、さあ、なんか、適当にやっときゃいいね。はいはい、壊れた。壊れて、行って、銃弾爆撃が。全然銃弾爆撃しなかったけど。全然銃弾爆撃してなかったのに余裕で取れちゃった。はい。はい、こんなグダグダでも取れる。こんなグダグダでも取れるんかい。ペスケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。
はい、そんな感じでね、今回は、ラバルーンラッシュのめちゃくちゃ強い使い方っていうのをね、お送りしていきました。はい、最後のね、リアルタイムアタックはプランミスです。もっと密集させて、ラバルーンを、もっとちょっとキュッてやって、こう出さないと、火力不足で壊しきれなかったりするんで、ちょっとね、その点については、はい、注意いたしましょう。はい、ということで、こういう風にカラカラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラミン西屋の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。